シングルマッチ海 VS 田中雅人。FMW で産声を上げ、日本のメジャー、さらには世界の舞台にまでのし上がっていきました。自分が負ければ相手が上がり、相手を倒せば上に行ける。弱肉強食、マッド界の酸いも甘いも嫌というほど知り尽くしています。だからこそ、お前の踏み台には絶対にならない。どこのリングであろうと、相手が誰であろうと、己の戦いを貫く伸びです。その褐色の肉体には、これまでの戦いが修羅場の数だけ刻み込まれています。弾丸戦士田中雅人、あと一歩で結果を出すことができませんでした。昨年の旗揚げ以来背負ってきたエースという言葉も自ら返上しました。蘇るために志願の一戦です。この両国から再びエースへの道が始まるか、それとも光の見えない奈落の底へ突き落とされるか。赤コーナーレスルは180cm100kg ターン。よみがえりか繰り返しか、憧れの鬼たちに見た胸いっぱいのプロレスでぶつかっていけ、レッスルワン元エース海。第5試合スペシャルシングルマッチ、ゼロワン田中雅人対レッスルワンの元エース海。今ゴングを聞いています。いきなりロックアップ、リング中央両者ががっちりとロックアップ。再びヘッドロックに取っていったのが田中雅人、すぐロープに送っていきます海。ショルダー合戦、両者引きません。のっけからトップギアに入っています。海の志願に胸を貸します。田中雅人、ただ俺は絶対お前の踏み台になんかならないんだ、そう言葉を発しました。対する海は、この両国で僕は蘇ります、そう言葉にしてこの戦いに臨んでいます。さあ来さん、はい、いやいきなりお互いの気持ちがすごくしてますね。これはね、あのものすごい真っ向勝負になると思いますね。まあ、田中雅人は海に対して、ええ、お前がしっかり来るんだったら真っ向勝負で来いという言葉を発しましたよね。はい、で海選手の方からね指名してね、一騎打ちを申し込みましたよね。海は 10.1701 後楽園ホール大会にスーツ姿で乗り込みました。トム選手第一直線、これが海の決意表明、復活への狼煙となるでしょうか。まあ、海選手にとっては、もうこれが再起戦ですからね。そうですね、はい、まあ、前回の両国ではね、はい、本当に屈辱の紙切りですよね。そうなんですよね、前回の両国では河野正幸に敗れまして、現在真っ赤に染められている髪の毛が、まあ、これ自らバリカンにね、うん、あの自らの頭にバリカン入れたんですよね。入れましたね、はい、まあ、そのあたりは潔かったんですけれども、でまたその後ね、あの初代チャンピオンシップの決定トーナメントでも決勝まで行ったんですが、まあ、またね河野選手にやられてしまうというね。そうなんですね。あ、そして甲斐のセコンドには、その甲斐の苦しい時いつも横で励まし続けました浜亮太がついています。まあ、思えば新井さん、はい、そういった意味では甲斐はもともとは3月の両国で、はい、TNA のヘビー級も取ることができなかった。そうですね、さらには01の火祭りも、はい、決勝で3位に敗れて準優勝に終わった。 ね、そして今回の初代レッスルワンチャンピオンシップ王者決定トーナメントも決勝で敗れると、はい、いつもあと1。そうなんですよね、まあ、それだけではなく、ちょっと待ってください、まあ、今これ田中雅人が今ペットボトル手に取りましたよ、はい、あー何かですね。いや、全ての攻撃が厳しいですよね、まあ、特にこの2人に関しては因縁とかはないんですけれども、はい、まあ、やっぱりこの2人がぶつかるということはやっぱり真っ向勝負、本当の真っ向勝負ですよね、うん、まあ、それを田中選手が応えているということですよね、はい、気持ちに。甲斐は真っ向勝負でいかなければ、はい、全く意味がないし、ね、はい、そうなんですよ、本当の真っ向勝負、
もう魂込めた全身全霊の試合をやらないという意味がないんですよ ね。そこからなんですよね、復活の道は。はい、まあ、復帰戦だと思って全てを吹っ切ったような試合をしますと力強い宣言もありました。甲斐、逆水平の打ち合い、真っ赤に燃える甲斐。甲斐選手はね、まあ、要所要所はもちろんですけれども、はい、その他の試合でも、まあ、ほぼ全部の大会でメインを張ってきたわけですよ。はい、まあ、それだけやっぱり自称だけではなくね、エースへの期待は大きかったと思うんですけれども、あの途中もね、認められたというような状況もありましたよね。そうですよね。まあ、事実上の本当のエースだったと思うんですけれども、自称もありながらも、ただやっぱり結果が伴わないと、はい、でしかもレスルワンにはベルトという象徴ができましたから、はい、やっぱりそれを取れたかったとなったのがやっぱり致命的ですよね。もうこれは完全に自称どころか自分からエースという言葉を、まあ、看板を下ろしました。弾丸発射、はい、そうですね、非常なる弾丸発射、田中雅人。セコンドには浜亮太がついています。カバーは、まあ、ただ新井さん、はい、そのね、苦しい回の状況をずっと隣で支えたのが浜亮太 で、 そうです、ね、仲間はいるわけですよね、はい、そうですね、決して甲斐選手は、ね、一人じゃないんですよね、はい。まあ、浜選手が、ね、はい、あのタッグを組むということで、ね、まあ、これからタッグリーグも、まあ、出ると思うんですよね、この2人でね。あ、なるほど、そうですね、でそこからベルト取るっていうのも一つの道ですからね、はい、ボディースラムの打ち合い、甲斐が持ち上げて叩きつけていきました。まあ、本人にその意識があるかわからないですけれども、この試合の結果内容によってはまた今日のメインの結果にあのどうなるかわからないですが、はい、またチャンピオンシップに、ね、名乗りを上げてもいいんじゃないかなと思いますね。そうなんですよね、まあ、この田中将人、現在はタックではあるんですが GHC タック、はい、NWA インターコンチネンタルタックの2回王者、はい、まあ、さらには現在ノアのグローバルリーグ戦にも出場しておりまして、あの杉浦隆、そして前バッハ谷口にシングルマッチで勝利してるわけですから。でしかもそのリーグ戦の真っ最中ですよね、でしかも2日後には電流爆破がまたあるんですよ。そうですよね、はい、熊本ですね、そういった、ね、スケジュールなんですが、それを全く感じさせないコンディションの良さですよね。本当田中選手っていうのはいつ見てもコンディション最高ですよね、うん、そして今電流爆破という言葉ありましたが、はい、まあ、この2人を結びつける共通点、まあ、それが大仁田敦なんですよね。甲斐選手も電流爆破を経験して、はい、まあ、いろんなことを経験してきたんですけれどもね、うん、そういった意味でね、田中選手とは共通点多いんですよね、はい、他団体のシングルのリーグ戦の中で大きい試合やったりとか、いや、追いかける田中将人ラリアット、もう一発お返しとばかりに甲斐、いや、もう互いに感情むき出しです。ブレンバスター、ちょっと田中将人が左の肩振る傷一瞬気にしておりました。そうするところでフェイスロックに入ってまいります。ファン時代から大仁田敦に憧れました甲斐、同じ大仁田敦を目標に FMW からのし上がってきた田中将人です。フェイスロックに入っている甲斐、まあ、そういった意味では新井さん、田中将人も、はい、甲斐とですね 9.6 大阪で戦った際には、レベル的には素晴らしいものがある、大仁田さんを目標にやってきたという部分では共通点もあるし、気になる存在とはコメントしてるんですよね。そうですね、はい、で甲斐選手の方もね、シングルやりたいというその時から言ってましたからね、はいはい、おっとここは読み合い読み合い、向き直ったところで DDT は田中将人です。まあ、ただキャリア的には田中将人の方がもう抜群に上ですし、まあ、はるかに上ですけれどもね、積んできた実績も上ですからね、はいはい、まあ、ただ甲斐選手はね、その後を追っていくような形でいいんじゃないですか、イメージとしては、うん、そうですね、全然いいと思いますよ、さあここは田中将人がバックエルボーからニュートラルコーナートップに甲斐をセットしました。さあここから何を見せるか、もちろん正攻法、あるいはECW で唯一日本人ヘビー級のベルトを巻きましたハードコア殺法もお手の物、田中将人どうするか、自ら先に一段上に足をかけてエルボーを打ち下ろしていく甲斐、下からヘッドバット突き上げていく、自らのプロレス人生を象徴するような田中将人、いや何かこれもう闘牛がね、そうですね、頭をぶつけ合うような、そんな感じですよね、まさにもう本能の戦いです。さあどうするか、首を取った、
これカッターのような形に喉元にトップロープ食い込ませておいて、いラリアットです。間髪入れずですよ。ですね。さあ本当に紙一重のしのぎ合い、攻めぎ合いです。つばぜり合い、その中で一つ攻防を制しました。田中将人突っ込んでいく、カウンターのジャンピングアイ、さらにトランスキック、大の字に倒れていった田中将人。しかしカウントは2です。カウントは2、まあ、この試合っていうのはおそらく甲斐選手にとって、甲斐選手のプロレス人生で、はい、おそらく重要な試合の一つになると思うんですよね。そこで白星をもぎ取ることができるか。まだカウント一つ足りません。まあ、おそらく、はい、何年か後にあの試合があったからってね、言える時が来ると思うんですよ。そうですね、はい、おっとちょっと待ってください。甲斐がですね、これはスプラッシュプランチャー行こうというところだったと思うんですが、田中将人がむくっと起き上がってまいりました。田中将人は、俺が大仁田さんからもらったものをお前にぶつけて、大仁田さんと俺の気持ちを背負わせてやると、そう話をしました。さあトップロープに両足をかけた田中将人、どうするんだ。 LAT をもらった直後ですが、それでも行くのが世界の弾丸選手、なだらしきブレンバスター。立ち上がってくる甲斐、ラリアット返すか、ただもう一発あった。さあどうだ、これで沈めたか。山田です。甲斐選手は今までの両国の大会のに比べて、なんか生き生きしているように見えるんですよね。あ、そうですか。なんかある意味プレッシャーから解放されてる、そんな感じもしますね。さあそして田中将人が甲斐に対してこの技、スーパーフライ投下、完璧にヒットした、抑えにかかる。いやしかし、しかしまだ甲斐も跳ね返してまいります。ならば田中将人は右腕を突き上げた。さあ仕上げにかかる、仕上げにかからず来るぞ。さあ残忍なスライディングに、これはかましたトランスキック、どうする、ジャンピングハイ3発目、倒れない。ならばと投げっぱなし、シャーマンマスタカ様立ち上がってくる、ラリアット制したのは甲斐。さあニアロープだが、ガッチリ抑えた、カウント1だ、カウント1だ。試合は10分経過、またに挟む。さあ来るぞサンダーファイヤーパワーボム、さあ全身全霊抑え込むんですが、カウントは2、カウントは2。 いいですね、どんどん行ってもらいたいですね。ここは波状攻撃、畳みかけてまいります甲斐。さあこれで再び青コーナー、まさに挑戦者の青コーナー、トップから何を見せる、青コーナーから真っ赤な甲斐が飛んできた、スラッシュパンチャー、剣山、剣山が待っていた、非常なる現実、まさに突きつけられました。いや新井さん、はい、いい流れだったんですけれども、今ねスプラッシュプラッチャーが決まりましたよね、そうですね、スリー取れたかもしれませんね、さあただでも甲斐のゴールがすごいですよ。甲斐ゴール、ラリアットの打ち、どうする、甲斐は負けてはいけない、そうだ先に行くんだ、いや打ち落とす、田中将人が吠えた、ラリアットかわす、あー返す方のレフトハンド、ラリアットはもう一発ありました。ここから今度は田中将人の畳みかけ、垂直落下式ブレインバスター、元エースの脳天を突き刺した、カウント一つ入れさせません。これ新井さん、はい、もうどんな決着でしょうかね。そうですね、壮絶な消耗戦になってきました、確かに甲斐選手苦しい試合ですけれども、ただ本当に今までとは違いますよ。ジャンピングハイ4発目、スライディングディープ、ここできた、ノーモーションで打ち込んできたスライディングディープ、ここで放たれました、ぶっ放されました。さあサポーターを取った、サポーターを取った、むき出しの生意地でスライディングで完璧打ち抜いた、スリーカウント、最後は田中将人、問答無用、生意地でのスライディングにレッスルバスの元エースカイから初シングルマッチスリーカウントを奪いました。いやー、新井さん、はい、甲斐もね、ギリギリまで田中将人に肉薄したんですね。ただね、田中選手は本当にここぞというところで間髪入れずきますよね。そこの差が出ましたね。いやー、宣言通り、はい、踏み台にはなりませんでしたね。プレーご覧いただきましょう。最後はサポーターを外しての、はい、もう残忍な、
もう非常なスライディングでいい。そうですね。ただある意味ここまでしたのは、はい、何か田中雅人のエールというか、はい、思いもあるような気もします。はい、なんかお互いに気持ちが通じる部分があると思いますよ、この試合は。あ、そして甲斐は今田中雅人に土下座、もう一回、はい、やらせてくださいとアピール。あー、田中雅人の拍手でございました。そうですね、負けましたけど道は開けたんじゃないですかね。そうですか、はい、何か今までと違う甲斐の姿が見られた。そうですね、はい、見られました。いや、これからどんどん甲斐選手はまたねエースに向けて邁進していってもらいたいですよね。そうですね。いや、しかしさすがは世界の弾丸選手田中雅人、どこであろうとスライディングD、甲斐から3カウント、甲斐は大の字。ただここからです、ここから生き様を見せてほしい。あなたは一人じゃない、ハマがいる。そしてこの両国に駆けつけてくれたお客さんがいます。これからエースの復活期待しましょう。